新年明けやったわ2日目1日だけど1日なんだけどなんか黄色になったな。なるほど、黒だった。あーなんか2020年仕様なのかね、ワンマン。なんか目立つ色になったね。あの一駅しかないんですよ、西新井から大師っていう。これのためだけに、だから正月は西新井大師に行くので、もう溢れる。いや緑になった、なんかカラフルだね。まあそんな感じの2分ぐらいしか乗車時間がないこの大師線に乗っていきたいと思います。お待たせいたしました。東北線とご利用いただきまして、ありがとうございます。この列車は、大島駅です。次は、大島駅、大島駅、終点です。終点です。出口専用。このまま行っていいってことでしょ。さて、さっき改札があったから、あれでも支払ったことになったのかな。そういう意味だと思うんだけど。これがまた特殊だよな、大師線の。え、そうなると入るときって一体どうや、あ、でもあれもそうか、一応入って、どうなってんだ、なってると思う、多分。入って、あれか、改札をあれ通ればいいんだ。あれは出口にもな、ん？どうなん？出口にはなんないか。いや、わかんねえ。なんか大師線のあれが複雑すぎて、ちょっと俺にはよくわからない。めっちゃ人。おみくじ引こうよ、おみくじ。捨てられてんぞ。おみくじ。今年の運気を、ここで。運気を捨てられてる。運気捨てられてんの？本当にバチ当たるぞ、それ。行くぜ。えれん。はい、大吉。大吉、お！マジか。大吉って持ってた方がいいんだよね。あそこに巻くんじゃなくてね。なんだろう、下。願望多くを望まば叶わず病に長引く待ち人来らず来ないのかい。キッキーってことだよ。来ないのかい。出が出す縁談好ましからず YNDR 売ってもそんなに意味がない。控えるがよし。俺あれだめっちゃいい大吉。何叶うべし。おお無理するから来る。おおあリアンじゃん。言ってもええー、ほんと大吉ってやっぱいいこと書いてたら吉か。目先の好きことにつられて何事もいいのまのごとく思い上がらば必ず後悔すべし前後をわきまえ誠実の道を。目先の好きなことにつられるなってことでしょ。要は切符売り場は現金でのみのお支払い。どういうこと。こういう場合って。すごいな、すごいな、本当に。いつの時代よって話だけどね。面白いね、大切に。まあ一息しかないし。令和だよ。え、令和だよ。そうだよ、令和2年ですよ。2年。明けまして。何回俺の動画で明けましてやる。まあ俺初めて明けましてやってます。どうぞ。本日は1月の2日でございます。動画投稿するのはいつになるか知らないですけどね。あれですよ、僕らのお付き合いって3年半ぐらいです。そうそう、今年2020年で4年目4年迎えるわけです。全員接点なかったからね。そう、そうバラバラで、きっかけが今ではこんなんだけど、クエシーさんもそうで含めてね、うちも含めてみんなバラバラ、どこのなんだか知らねえね、うん、感じで SNS だよ、 SNS。 世の中なんか SNS で知り合ってネットで会った人はからあの投げたっけ、会ったダメとかっていうね、言われてるじゃないですか。言われてるけど、言われてる人たちの集まりだからね、これね。その悪い例みたいな言い方をするけども、うん、それがね、リア友なんかより会ってる回数多けりゃね、遊んでる回数も、まあ遊んでる、そうですよ、うん、ね、バカみたいに秋葉原来てるのこんなオタクじゃなきゃできない。リア友ってアヤックス連れてったってどうするの、ここで名前アヤックスだと思うそうですよ、そんな感じですよ。まあ自由にね、ここはどこだかよく分かってね、説明もしないままさ、まあ
ね、とあるとある施設なわけでだろみんなでね、あの雨でもね、ついてね、いやー、ちょっと昔の動画を見てたんですよ、僕ら3、4年くらい前のそう過去の動画をですね見てたんですよ、あのコースターがどうとかさ、ね、あの握手会でのそれはなえるとかね、チェカラスカの前役とか、あのパシフィコの君はメロディの声握手会とか、その頃の出会いですよ。そう、あのあと何だっけ、 Google の3年前のGoogle の生放送と生放送出たやつね、あのピンつけ買ったら何もね、サングラスかけてオタクの頑張ってかけつけてのもう今つけてないけど、うん、ね、俺もニット帽に頑張ってつけてユイユイとか言ってたとか、懐かしいじゃないですか。やったったね、そんなことね。それから3年ですよ。そうです、みんなあの地下のオタクになっちゃうですね。そう、地下ですよ。地底、地底、俺の場合地底ということでね、私もね、今年は全員集まりたくないじゃないですかね、ウエストランクメン。なんだかんださ、なんかね、全員集まってなくない？最後集まったのパシフィコ横浜ですよ。あの覚えてますか？あ、2月ぐらいの、いつだったか2年ぐらい前の、2年前のパシフィコ横浜ですよ。あれが最後全員揃ったのが最後です。ウエストさん来たけど、あの時なくていいのえ、いたよ、パシフィコは。じゃあ、パシフィコじゃなくて。え？どこだっけ？いつの話？秋は来た。今年、去年？去年だっけ？2019年。そう。あー、せやな。その時なってたかった。全員集まることがね。セコパンとか言いたいじゃん。セコじゃない、セハンじゃない。え？セコいたっけ？ハムス来たよ。あー、いたわ。いたわ、いたわ。いたことある。いた、いた。仮面やってた時。そう。そうだよ。全員集合して動画を1回撮りたいですよ。そう。あの、そう。あの、いつめんという名の。ちゃんとした、ね、ちゃんとした全員で集まった動画を再びね撮りたいわけですよ。あのよくあの YouTube のいろいろとさ、ゲーム実況とかでもそうだけど、仲いいフレンドと一緒にとかさ、あのよくゲームとかで一緒にやるんだけど、全員集まることがないって言って、ね、いう話をしてるんだけど、そんな感じですよ。そう全員集まることが、まあ、そう、まあウエスティさんだけしょうがないんだけど、まあそうなんね、でもウエスティさん来た時になんでこっちが集まんねんだって話にもなってくるけどね、逆に言えばね、おかしな話でしょって思うけど、ウエスティさんメインみたいな話になっちゃってる動画だけど、全員に向けて発信してる動画なんだけどね。今年はあの、まあ、まあみんなで出かけたいです。あの例えばじゃあウエスティさんが関東に来ました、まあどこでもいいです、秩父でもいいです、みんなでどっかお出かけしたくない関東のどっか、まあ、で逆に関西俺ら3人が行った場合どっか行く、そういうことをしたいんですよ。そう、そういう感じの、 あの旅行チャンネルをね、どうぞよろしくって、いつから旅行チャンネルになったの？旅行チャンネル、ね、一応宅のそうなんですけどね、集まりなんですけどね。いやでも旅行楽しいですから、ね、若干旅行モチベが高い、旅行モチベ高すぎて、最近博多とか佐賀とかってどうなってんだよって思ってたよ、ね、そうですね、で、ちゃんとトンボリとか行ってますよ、ちゃんと私は博多で遊び誕生行ってますね。あのインストアイベントね、まあ、北海道か九州かちょうど鍋がありますけど、どちらに今年は行きましょうか、今年も九州、まあ、も確定、今年も九州か、こっちは未知の世界北海道になっていうね、疲れたことや、3年前はホーテントチャンネルとか行ってたんだよな、そうなの、旅行チャンネルでしょ、旅行チャンネルね、ベッドとか入ってほしいですね。今年いつ来るだろう、ゆるい感じですけどもね、雑談はともね、今年3人集まったの初めて、そう、まあ、今年もよろしくお願いしますので、ね、うん、動画を撮らせていただきました、はい、そう、まあ、今年の動画は昨日撮ったので最初に8位と西新井の方まで行きまして、あの 初詣をね、皆さん初詣行きました？行ってないですよ。行ってないよ。僕行ってないです。今日行ってるね、さ、実は今日神田明神、僕2回も行ってる、初詣とはなんですけど、初詣じゃねえよ、神田明神に。俺ちょっとどこ行こうか迷ってます、はい、あ、そうなんです、ます西新井良かったなって思って、俺は西新井10年ぶりに行ったんですよ、昨日小学校小6ぶりに行って、そう、西新井も人すごかったし、神田明神も人すごかった、初詣、東武線か、そうね、東武西新井大自然感じたから、あのワンマン運転をしてるんでね、あ、そう、何分7分、まあまあ多少ね、てかこれの SD カードが9分しか残ってないんだけど、容量がない。いや、
また今年はみんなで集まれるように。今年はね、去年の出演回数があまりにも少なかったんですよ。僕は一人で旅行だったなーって動画撮ってるばかりに、みんなさん出演が少なかったので、僕はなんで今日こういう動画撮ったかっていうと、今年はちょっとみんな出演してもらいたいっていう欲があるよ。去年少なすぎてさ、自分で回数数えててびっくりした。あれ、一昨年より全然みんな出てなくねって。そう、みんなでサジトとかやってたかってやったら、なんかスリーゲーのさ、エイトポーズとかってやってたの思い出したけどね。あれも2年前ですから。まあそんな風な、まあそんなんでもいい、そんなんでもいいので、今年はみんなでなるべく集まりつつ、何か動画を一歩取れたらと思います。という感じです。そうやって今年もね、あの 2,3 回目くらい作るこれ言うの、はい、まあ今年もレオチャンネルもね、何とぞ2020年などよろしくお願いします。わけのわかんない動画を撮られてる変な時間。これはね、本当に出演始めたの。今年はね、1本目。これで出演回数1回で。今年も数えますよ。うん、ちゃんと出演回数は。今年も数えていくので、そのための、まあ、回数稼ぎということで。大体もう、ウエスティさん、夏、あのサジット、あのジーっていう、もう枠が決まってるから。大体その人だらしか出てこないですよ、それ。いつ目なんで。そうですね。じゃあ、始めます。では、皆さんで、バイナラを。バイナラを。はずー、わけやかん。